ガツとライカと吸血姫は、牧野圭介による日本のライトノベル。イラストは、カレイが担当しており、ガガガ文庫から2016年12月20日より、刊行中。冷戦期の宇宙開発競争をモデルに、吸血種族、ノスフェラトゥが人類と共に月を目指す姿を描く。このライトノベルがすごい。では、2018年版で初登場ながら文庫部門第4位を受賞。また、日本の音楽グループ HG とのコラボレーションでスピンオフの聖町編をウェブ連載し、ライブ内で声劇化。宇宙飛行士候補生であるレフレプスはチーフ技術者よりある任を受ける。人類初の宇宙飛行に向けて無重力下での人体への影響を見たいと。しかし、実験もなしではリスクが大きすぎる。そのために、吸血鬼を実験動物として打ち上げるので、訓練の付き添いをしてほしいというのである。吸血鬼の名前は、イリナ・ルミネスク。17歳の少女であった。二人の出会いこそ、史上初の宇宙飛行士誕生につながっていく。共和国のレプス・ルミネスクショックによって、連合王国は大きく出遅れてしまった。初の有人飛行では飽き足らず、月着陸を目標に新たなプロジェクトが動き出す。ANSAの新米技術者、バート・ファイフィールドの配属された D ルーム室長は、新血族種のカイエスカーレットであった。コンピュータでの計算をもとに、連合王国は軌道飛行の成功を目指す。1964年、聖町、星祭りの夜。宇宙に夢を見る高校2年生の少女ミサは、見た目で、吸血鬼と噂される少女アリアと出会い、不思議な星巡りの旅を体験する。その旅の中で、ミサは喧嘩をして、音信不通になってしまった幼馴染カレンとの、とある出来事を思い出していく。声の声は、突起がない限りテレビアニメ版の声優。講談社のウェブコミックサイト、コミックデイズに2018年3月8日号から連載されている。作画は惣次友軍が担当。ガガガ文庫と声優事務所の81プロデュースが組んでオーディオブックを提供していくこととなり、2019年4月12日より行われる初回配信タイトルに第1巻が含まれている。2021年1月20日配信のオーディオブック化の第22弾に第2巻が含まれている。2021年10月よりテレビ、東京他にて放送中。シリーズ構成は原作者自らが務める。ナレーションは東地弘樹。アーニャ・シモニャン役の木野ひなによるウェブラジオガツとライカと吸血姫アーニャ・シモニャンラジオニャンが音泉にて2021年9月17日にプレ配信された。10月8日より各週金曜に配信予定。ありがとうございます。